ただいまよりメーカーと語るテキスタイルの魅力、製品から織物組織を説明するテキスタイル入門編と題し、株式会社丸中代表取締役中里翔平様、一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会理事補佐宮島直子様による講演を行わせていただきます。それではよろしくお願いいたします。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。進行を担当いたします日本テキスタイルデザイン協会の宮島直子と申します。これから1時間メーカーと語るテキスタイルの魅力と題しまして、織物メーカー株式会社丸中様の中里翔平社長とお話を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。冒頭から私事で恐縮なんですが、柄を描くことに惹かれてテキスタイルの世界に入りましたので、ジャガードのデザインをすることがありますが、自分が描いたものが布になるのを見て、生地の表情、材質によって印象が違うのを実感しています。糸の本数、太さ、素材、そして組織をどの機械で作るかによってできる布は大きく変わってきます。本日ご紹介します株式会社丸中様では、企画段階からデザイナーとイメージを共有して布を作り上げていくということなんですね。人を納得させ感動させる生地は、メーカーの技術や工夫とデザイナーのイメージが重なり合って一緒に作り上げていくことが本来のものづくりではないかというのが、このセミナーの趣旨になっております。本日はまさにそのことを実現されていて、自らの力で織物メーカーの先頭に立ち、この激動の時代を生き抜いてこられました株式会社丸中様の中里社長にそのあたりを伺いたいと思っています。埼玉県飯能市からお越しいただきました株式会社丸中の中里翔平社長です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました中里でございます。お話の中にありましたように、歴史だけは古いんですけれども、この変化の大きな時代、古い創業というのは何の価値もないというか、世の中は目まぐるしく変わっているわけであります。産地としては所沢産地に属しておりますけれども、戦前から、組合のメンバーが400件ぐらいあったんですけど、残念ながら今は産地としての対応をなしておりません。地元飯能市は、森林文化都市を宣言しておりまして、池袋から1時間ほど、地元に天覧山飯能河原というちょっとした観光地がありますので、都心からあるいは近隣からですね、小学生がよく遠足などにやってこられるという、都心から1時間という割合近いところにあります。先週ムーミンのテーマパーク、先々週でしたかね、11月9日になりますが、前からこのあけぼのの森公園というのがありまして、おいでになった方もありかもしれませんけれども、ここで、この地元にあります宮沢湖に、ムーミンのテーマパークがオープンいたしました。前からあったという関係と、なんかこの近隣の風景がフィンランドによく似ているという関係のようですが、この場所に、メッツァというテーマパークがオープンいたしました。先々週11月9日のことであります。
もともとは灌漑用の湖で、人造湖でありますけれども、今これのオープンと同時に飯能駅、東飯能駅からシャトルバスが出ておりますので、だいたい近いところにありますので、折を見て皆さんにもおいでいただけたらと思います。今日お集まりの皆様方、この織物デザインに関するお仕事をなさっているというふうに聞いておりますけれども、果たしてこの皆さんに参考になるようなお話ができるかどうか大変気がかりでございます。皆さん方とちょっと違うのは年齢じゃないかと思うんですけれども、80をとうに過ぎておりまして、今一線からは遠ざかっておりますけれども、お話しする内容もさかに説法のような形になりやしないかと心配しているところですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。飯能のお話が出たんですけれども、丸中様ではドルニエレピア食器というのを多数導入されているんですね。皆様ご存知かと思いますが、いろんな素材に対応できるというドルニエレピア食器なんですね。そのことについて、社長に説明していただきます。まずこのドルニエというドイツ製の食器なんですけど、これをご紹介する前に食器の変遷についてちょっと触れてみたいと思いますけれども、以前首里織、沖縄ですが見てまいりました。沖縄では国からの補助を受けながら、技術保存を図っております。いわゆるこれは手旗であり手織りですね。かなりこの若い人たちも加わって技術伝承、技術保存に励んでおられます。食器といえば皆さんご存知のように、これは豊田佐吉の考案した豊田式の半木製の食器ですね。で、今でもこれを豊田記念館で実演しております。半木製ですから非常にもう時代の古い機械ですけど、ちゃんと動かしてる。で、他にこの毛織物、これはションヘル型という化粧機ですけども、現在でも美州地区では使われております。ホームスパンとか非常にこの風合いを出すにはこれくらいの回転がいいとされるんですけれども、なかなか生産性が低く、話に現在ではなかなか今流ではない関係です。かつてのこうデニム食器ですけども、これもこの時代、大体手旗にしても力食器にしても、ほとんどこのシャトル、いわゆるその火を使っていたわけですね。ところが1950年代に入りますと、この火を使わない食器が出てまいりました。エアジェット食器、非常に高速回転で火が往復してない関係で高速回転で出てまいります。でさらにこの水鉄砲、水にその糸を抱かせて飛ばすウォータージェット調、さらにはこのその前にちょっとこのウォータージェットのですね、糸の入る様子をちょっとご覧いただきたいと思います。水鉄砲です。水が噴射されます。でそれに糸を乗せて、反対側まで、左から右まで飛ばしていくわけですね。で前に来た時に、熱で、カットされます。いわゆる熱切断ですね。で、この大変速い回転でやってるんですけど、これはスローで見てますけれども、
この右側まで糸が届いているかどうかはなかなかこう検知しにくいんですけど、これをセンサーで見ておりまして、右側に到達しないときは旋回転の回転でやっても瞬時に停止するという、なかなか優れものです。これもちゃんとセンサーで、左まで届いている様子がご覧いただけると思うんですけれども、これがいわゆるジェット水流、ジェット気流、いわゆるエアジェット、ジェットのスピードっていうのはだいたい秒速45メーター以上と言われておりますけれども、それに糸を乗せて飛ばすという、非常に生産性は上がるんですが、ただこの水をウォータージェットの場合使うもんですから、浸水性のある繊維でないと使えません。もっぱらポリエステルだとかナイロンであるとか、そういった糸に限られるわけですね。さらにはこのプロジェクタイル、スルザーというショップ気になったこともあるかと思いますが、これ弾丸ショップです。弾丸に糸をやらせて飛ばしていく、これがスルザーというショップになります。まあ、ただこれらはさらにこのエアジェットで、これはトヨタのエアジェットですが、今これ旋回転で回ってます。噴火旋回転、非常にこの生産性は上がるんですけれども、単純な織物はいいんですけど、なかなか複雑な織物を織るというわけには参りません。まあ、そこでこのドルニエということになるんですが、何が違うかと言いますと、このドルニエの横入れの方法はレペアと称します。この槍状のもので、糸を積極的に捕まえて持ち込むという、これがそのレピアのヘッドを大きくしたものですけれども、どういうことになっているかというと、こういった具合で積極的に糸を捕まえて持ち込むという、他に例のない食器になります。ちょっと横入れの様子を見ていただきたいと思いますが、左から持ち込んで中間で受け渡しをして右まで持ってきます。スローモーションで見てみます。左から捕まえて、中央まで持っていき、右から迎えに出た相手のレピアに渡すように持ってみてください。ここで受け渡しを、右が開いてから捕まえます。そして捕まえてから左が開くという、もう一回見てみます。お互いに中へ寄ってきて、右がまず開いて糸を加えてから左が離す。これによって左側から右側へ糸を受け渡しているわけですね。まあ、こういったその積極的に糸を捕まえて持ち込むものですから、太い糸も細い糸もどんな糸でも折れると、これがジェットショックとは違うショックで、になるわけではない。それでは現在のその様子をちょっと見ていただきたいと思いますけれども、非常にこれはジャガードショックですけれども、ドルニエに搭載しておりますが、非常にこういった大きな柄もコンピューターによって、非常にこの昔とは違って紋が見つかりませんので楽にできるようになります。さらにこの型紙を置いたように折ってしまうことも可能になりました。大型ジャガードの出現によるところで、まあ、一応その幅がだいたい1メーター80センチぐらいありますけれども、ほとんどこのワンリピート全幅というような機械も登場しているわけです。でさらにこの大きいだけでなく、この多少機械にその絵心のあるようなものまでも、まあ、コンピューターので操作する関係で、楽に折れるような時代になってまいりました。まあ、工場がその住宅地の真ん中にあるもんですから、公害が心配になりまして、設置ごとに市の公害課に来ていただいて、騒音であるとか、あるいは振動測定をしながら設置していたと、これが一応そのドルニエの状況であります。はい、ありがとうございます。ドルニエレピア食器のことをお分かりいただけましたでしょうか。かなりいろんな種類の糸が折れるっていうのが特徴なんですね。で、丸中様では現在40台保有されていまして、日本で一番多いということなんですね。
で、先ほども社長が説明されましたが、早い時期からジャガードのデジタルシステム化をされました。それもまだ一般的ではなかったためにご自身で勉強されて、作られたそうなんですよね。それがすごいなと思います。申し訳ありません。ですね、ドルーニエレピア食器の特徴がお分かりいただけたと思うんですけれども、特徴がかなりできている生地ができております。サンプルをお持ちいただきましたので、こちらでご覧いただきたいと思います。ですね、お手元のセミナーサンプルの表があると思うんですが、A のグループ、こちらですね。はい。で、A のグループの19番なんですけれども、字の部分がテンセルで、白い部分が毛で出てきますけれども、かなり太い糸が、このドルニエ織機で折れるっていうのが特徴になっています。社長、これいかがでしょうか。この太い糸は番手で言いますと、皆さん番手分かりでしょうかね。ウール番手で 0.5 番という1番手に満たない太さです。見かけ紐のように見えますけれども、そこに見本がご覧いただいています。この辺のものもとかベースは40端子のテンセルですから非常に細いもの、番手差が1000倍以上あります。でこれも昔の食器シャトルでしたら何でもないと思うんですけれども、ドルニエはこの辺が非常に楽に折れるという、まあ言ってみればこの辺はドルニエの独壇場ではないかと思っていますけど。そうですね、ドルニエの特徴をよく表している生地だと思っています。次は20の生地でよろしいでしょうか。こちらもう組成がキュプラ軽霊用なんですけれども、上に乗っているものがフレーキ。そうですね、はい、これフレーキ、いわゆる綿紙ではスラブシと言いますけど、ウールでフレーキと称してますね。これがやはり同じくらいの番手の太さ、番手差があるもんですから、なかなか、やはり、今お話したのドルニエの独壇場ではないかと思っております。はい、そうですね、はい、よろしいでしょうか。順番に回していただきたいと思います。次15番の生地なんですが、ベースがポリエステルで、明るい白い糸の部分がウールモヘアレーヨンでできています。ベースとのコントラストが面白い生地だと思います。はい、これはドビーでも折れる柄なんですけれども、一応ジャガードで折っております。この、まあ、ジャガードだから紋折りを折らなければならないということはないわけですよね。ジャガード機で無地を折っても一向に差し支えないわけなんですけれども、ただ採算の問題です。ただ現在、ジャガードがコンピューターで操作されるようになってからは、もうスピード、ものづくりのスピードはドビーの比ではないわけですね。まあ、開口装置のカムとか、あるいはタペット、ドビー、ジャガードいろいろありますけれども、何を使って表現してもいいわけなんですけれども、まあ、設置費用はそれなりに違いますけれども、ジャガードの追随性とから見れば今はもう
ジャガードで無重力もう何でもやるという時代に来ていると思います。へ通し縦通しですね、そういうそのドローイングと言いますけど、そういった手間もかからずにいきなりその織り込めるというのはやっぱりジャガードの特性ではないかと思っております。あ、すいません、B のグループで麻と異素材の組み合わせなんですが、2番の生地ですね、こちらはレーヨン麻綿からできています。よろしいでしょうか。はい、フロントカットのこれは綿麻レーヨンの表カットで表現しておりますけれども、まあ、見本の中にこのカットものは多いと思うんですが、実はカットするシャーリングのマシンも自社で一応やっております。本来はだいたいこのカッティングというのは織り場からは外注に出すんですけれども、かつてこの納期遅れがカットが使えて納期遅れたというようなことがございまして、そんなのも自分のところでやってしまえということで、シャーリングを自分のところで設備しておりますけれども、織物工場でシャーリングを設置しているというのは珍しいんじゃないかと思ってますけれども、後からもご覧いただきますけれども、普通ではカットの作業でできないようなカットものまで自社ではやっております。まあ、その辺が自社でやった形のメリットが出ているんじゃないかとも思っております。はい、次は3番の生地と部分刺繍のような生地なんですけれども、こちらは綿と麻からできています。まあ、これはもうごくごく当たり前のバックカットですね。ジャガードで表現した衣装紙を作ってます、使っておりますので凹凸感がありますけれども、まあ、ごく当たり前のカットの柄です。はい、次は4番の生地、こちらは素材の違いが分かりやすい生地になっています。黒い部分がポリエステル、白い部分が綿麻レーヨンですね。これは四社根のボーダーです、横柄ですね。麻を使っておりますけれども、ここに使っておりますのが生成りの麻です。染色しておりません。この生成りがなかなかその色が甘色のという歌にもありますけれども、これが天の生成りの色そのままのものです。染色しないところが、この生成りもですね、最近その麻の紡績さんが人工的に全てをやる、昔は刈り取ったリネンは、その畑に、まあ、野ざらしといいますか、レッティングといいますけど、ほったらかしておいてその葉脈を腐らせて残したんですけど、今はプールで人工的にやりますので色がなかなか統一できないという難しさがありますけども、まあ、生成りの色というのはなかなか魅力ある色でいろんな形で使われております。はい、麻について社長はかなりお詳しいようなんですけれども、ここでリネンとラミーの違いについてちょっとお話しいただけますか。はい、まあ、日本はその非常にその麻についてはにはここに、リネンとかあるいはラミアマチョマですね、それアマチョマ、それからヘンプ、タイマ、コーマ、ジュートと、まあ、いろいろありますけれども、日本だけなんです。この麻という言葉一つでこのいろんなものを表現しちゃってるのは、今ヨーロッパにしても他のアジア地域にしてもほとんどこの名前で呼んでるというのは普通なんですけど、リネンとか、ところが現在の表示では麻表示と言いますと、ほとんどがこの麻何パーセントというような、これはまあ家庭用品品質表示法によりますと、まあ麻とリネンだけ、麻とラミだけということになっておりますけれども、ところが全然この麻とリネン、ラミは違うんですね。麻は一年草の草ですし、
ラミーは木なんですね。木の皮を糸にしたもの、ここに出しましたけど、紡績、どちらもその糸を作る手段ですが、紡績の棒の方の紡ぐは短い繊維、綿花であるとか羊毛のようなものに糸に撚りを入れて一本の長い状態の糸にしていく。席の方はまさしくこの今先ほどのラミーですね、引き裂いて皮を生成して引き裂いてつないで撚りを入れていくという、まあこれがそのどちらも紡績なんですが、これラミー、ラミーはもうどこでも川岸あたりに生えている、日本中どこにでもあると思いますけれども、まあその麻はこのヨーロッパのものはではリネンですけど、日本の麻はほとんどがこのラミーですね。丈夫という言葉で表現されておりましたけれども、能登丈夫であるとか加賀丈夫あるいは近江丈夫、ほとんどが献上品だったようですけれども、まあ織物はこの湿度との関係がありまして、雪深い地方にこの副業として栄えたのが産業として成り立ってきたというようなこともあるようで、まあ雪に閉ざされた期間、自然と人の関わりが産地を形成したというようなことも言えるのではないかと思いますけど、一方ヨーロッパでの麻は全て麻、リネンです。日本の麻はラミーって言いましたけれども、本質的には全く違うものなんですね。ラミーはブラジルとかフィリピンとか割合暖かい地方、日本でもちろん全国でおりますが、リネンは北フランスが中心です。現在ノルマンディが大体中心だと思います、まあ、あとはベルギーであるとかロシア、あと寒い地方で生産されるわけです。先ほどレッティングという形でお話ししましたが、これは刈り取ったリネン、刈り取ったというのは引き抜いてるわけですね。これを野ざらししてレッティングと、要するに腐らせて繊維を取り出すという、これがリネンの刈り取りの状況です。これはリネンの花ですけれども、ランジェリーという言葉があります。まあこれ女性の下着ですけれども、ラン、これはフランス語でリネンのことを言っておりますが、イタリア語ではリノ、リノですね。リネンは英語ですけれども、このリネンが下着に使われていたという名残の言葉はこのランジェリー。かつてそのデザイナーの京都の藤川学園、現在は京都造形芸術大学になっております。この創業者の藤川先生、リネンのスカートの良さはノーパンで着てみなければわからないわよと言っていたのを思い出しますけれども、夏の衣料としての涼感であるとか、あるいは素材としての吸湿発散の機能をこの言葉一つで表しているのではないかと思います。一方でリネンは繊維の細いところから油膜のようなものが簡単に拭い取れるというところで、ナフキンによく使われております。ワイングラスなどもナフキン、リネンでしたら一発できれいになる。綿ではとても油膜は取るまではいけないわけ。最近はマイクロファイバー防湿技術によって、非常にこの極細の繊維が防湿されるようになりました。でこれがメガネ拭きなどに使われているいわゆる新合成なんて呼ばれてますけども、いわゆる合成繊維、補正繊維によって同じような機能を持たせたということで、あります。大麻は日本で古くから栽培されておりましたけども、子供の頃非常に背丈以上に伸びて、なんとなく私も記憶にありますけども、現在は大麻取締法で化粧の花と同じように栽培が禁じられています。マリファナの原料になるわけですね。まあ古い時代が日本の生活と密接な関係のあった麻の一種、大麻です。でこのこれは1年この 2,3 メーターも伸びるという、この育ちの良いことから縁起を担いで、麻の葉模様はすくすくと育つようにと昔から、赤ん坊の産着はこの麻の葉模様、まあ、今でも使われているようです。まあ古くは
朝といえば大麻だったようで、朝の古い呼び名はおと言いました。朝の種のことをおだね、この朝柄をお柄と呼んでますけども、今でも、お盆様の迎え火や送り火に使われているあのお柄、これは朝の柄ですね。まあ、さらにこのコーマとかジュート、いやコーマジュートですね、これマニアラサともにこの、まあ、南京袋なんて呼ばれましたけれども、資材用として今はこれも合成繊維に変わりつつあります。まあ、朝について今ちょっとお話したところであります。はい、ありがとうございます。社長のお話で宝石の漢字から棒が紡ぐ、石が引き裂くっていうのがとても印象に残りました。ありがとうございます。次のご覧いただく記事なんですけれども、 C のグループ、意外性のある布作りというところです。これちょっと見ていただきたいんですが、中に物が入っているんです。はい、ちょっとお待ちください。すいません。まあ、ちょっとこれ遊びで作ったようなものなんですけども、まあ、大きくしてみますと、風通という二重織の中に閉じ込めているのは和紙を裁断したもので、まあ、これはあの手で入れればどんなものでも入るんですけれども、これはやっぱりあの私は物を作るにはやっぱり工業生産が、まあ、言ってみれば本命ですから、やはりこの機械的にできなければ何の値打ちもないんで、まあ、どうして入れたかという、まあ、お分かりになる方はすぐお分かりになるかもしれませんが、実は、繊維にはいろんな繊維あります。溶解性のビニロン、いわゆる水溶性ビニロンですね、お湯で簡単に溶けてしまう繊維、オブラートのようなものですね、あれを繊維したのは、ありますけど、これを使って、ここに閉じ込めたと。まあ、いろいろ他にもノウハウありますけど、まあ、お分かりになる方はそれでお分かりいただけると思います。はい、ちょっとあのどうやったのかなっていう記事だと思うんですが、ご覧いただけましたでしょうか。次大丈夫ですか。はい、次は D のグループで別ビーム送りです。5の記事なんですけれども、これはポリエステル 100% でピンタックが規則的に入っていますね。これはピンタックと称するいわゆるひだ織りですね。ひだを織ってるものですけれども、これポリエステル 100% で地紋の入ったピンタックです。で、今そのどんなふうに織るんだという、まあ、ことですが、これが一番分かりやすいんじゃないかと思います。これもちょうど50年前、バゼルに国際繊維機械展がありまして、その時に、絡み織りの説明書で持ちた文献なんです。これは絡み織りの説明がありますけれども、これにたまたま非常に分かりやすい写真が載ってましたんで申したんですが、これをご覧ください。縦糸のビームが4本使っております。通常は初期には1本のビームが装填されておりますけれども、オプションで2本、ダブルビームまではいろいろ使ってまいりました。この、他にもありますけど、タッキングとかいろんなこのものを織るためには糸の縦糸の縮み方が違うもんですから、ビーム分けしなきゃなりません。非常にこれ50年前と言われたんですが、その向こうも同じようなことで日本でもやってますよ。重りでテンションをかけてるわけですね。まあ、ビーム分けして織るには非常にこの、向こうから1これが1本目ですね。ごめんなさい、ここにあります。これで2本目、ごめんなさいね、
この軸が見えますが、これとこれとこれと1、2、3、ここから本体については 4本になりますか。40ビームで折っておりますね。はい、はい、次はこのやっぱりこれはピンタックですね。これはジャカードのピンタックです。本来このタッキングは特別な装置、まあこれもドルニーで折っておりますけれども、オリジナルにはこういった特殊な装置は作っておりません。それで全部そのアタッチメントは自社で開発で、手前どもで作っておりますけど、まあ、偉そうな話ですけど、ちょっとした町工場よりも工作機械は揃えております。全部自社で作ったアタッチメントを使いながら打っていくというようなことをやってきているので、こういう特殊なもの、ジャカードのピンタックというのは非常に珍しいんじゃないかと思いますが、まあ、この本当の一部ですこれは、はい、ありがとうございます。次は8番ですけれども、シンプルなチェック柄に見えるんですけれども、レイオンモール紙が使われているんですね。モール紙ですね。これも非常にこのベースの糸ともう太さも違うし、なかなか1本のワープビームでは折れない、ビーム分けして、折っていくわけですから、はい、はい、よろしいでしょうか。次、縮繍のグループなんですけれども、1の生地、こちらは、ポリエステルナイロン綿ポリウレタンですが、円の部分が縮んでるわけですね。まあ、表面変化を出す方法にはいろんな方法がありますけれども、素材によって異なりますが、一般的にはウールによる縮繍、それからポリウレタンを使って、いわゆる弾性の糸を使って出す方法で、このものは引っ張っていただくと伸びると思いますが、いわゆる弾性紙、ポリウレタンを使って表現しております。はい、次は14番の生地ですけれども、こちらはシルクとウールですね。これは膨れ織りですけれども、いわゆる同じようにポリウレタンで裏から引いて、縮まない糸を膨らませた、要するにマトラッセの一種になりますかね。はい、これ、ウールを熱をかけてということですかね。そうですね、はい、いろいろ折りながらはほとんど平らな状態で折っていきます。まあ、男性紙の場合は多少縮みますけれども、いろんな縮まないように固めて、折らないと折りがやりにくいというところ。まあ、ウールの場合はこれはウールの縮繍ですけれども、これは生地ですね。はい、やはり二重折りでカットして柄を出して、ウールを縮繍かけて縮ませていると、こういう形で出しております。まあ、同じようなものを作るのにオパールという方法があるのをご存知かと思いますが、これは、捺染して溶解していくわけですね。レースにケミカルレースというのがありますが、これは昔は歯舞台に、刺繍して絹を溶かしたと、綿の植物繊維を残したわけで、今はソルブロンでは、まあ、アルギン酸ソーダ、繊維を、いわゆる先ほどの水溶性ビニルのですね、これの生地によって溶かしてしまうと、まあ、いろんな方法がありますけど、ただ量がないとどうしてもコストが高くつく関係で、まあ、表面変化を出すにはやはりこの縮繍であるとか、あるいはポリウレタンを使うとかいうのが、あるいは粘紙を使う方法もあります。よりにより効果によってよりが縮もうとする、トルクを、よりのトルクを使って出す方法もあるわけですけれども、まあ、いろんな表面変化をつける方法はあると思います。ありがとうございます。次はカットのグループですけれども、9番の、はい、生地ですね。これは、まあ、俗にこの突っ切りというカットの技法で作ったものですけれども、連続的に、これは手でカッティングしておりますけれども、もちろん手で切るものの中に皆さんご存知のベッチンコール点があるわけです。これは木綿です。綿製品でベッチンコールって言いますと、やはり、パイルを出しておいてそれをカッティングして
表面にその羽毛感を出すという、まあ、これは別の方法で出てる部分出てない部分がありますけども、あとはビロードですね。ビロードは折りながら出していきます。モケットも一緒ですね。これは二重折りで表と裏にこう糸を通して真ん中をカットしながら切りながら、実際には、そのブレードカッティング の、 そのカッターを横に走らせながら切りながら折っていくという方法もあります。これはパイルとかモケットがその類です。まあその羽毛の織物です。こちらは出来上がってからカットするということですよね。そうですね。このものは、織り上げてそれを手切りによってカット、あとはシャーリングで長さを整える、こういった方法でやっております。はい、次13番の生地ですけれども、こちらもポリエステル 100% ですね。はい、はい、これはですねポリエステル 100% のベースに、ポリエステルのモノフィラメントを使っております。二重デニールで、おそらくこれが生糸は、15デニールくらいの、生糸の1本、生糸が吐く糸は、片方が 1.5 デニールですから8の字のように、口がなっておりまして、吐き出した糸は3デニールです。で、15デニールはまあ大体眉5個から作っています。取引単位に21デニールというものがありますので、これは眉7個から製紙で作っているのが、今でも取引の単位で21デニールというのがありますが、これは21の中という、まあ、平均、自然 の、 その天然繊維ですから太さに お蚕も大きいのと小さいので太さは違ってくるわけです。平均して21デニールだよということで21中という表示をしておりますけれども、この一番太い、モノフィラメントにカッティングで、やってます。ただこれは、かつて、ハイムテキスタイルに出展させていただいたことがあります。フランクフルトですが、この時に、非常にこのトルコのメーカーがですね、まあ、インテリアですとケースメントあります。要するに透過度の高い織物ですね。これを130インチの食器の幅で横取りしてカーテンに使ってたのを見まして、あ、これはもうとてもかなわないなと、思ったんですけども、まあ、単純なものでなく国産であっても向こうのでできないようなものであれば十分競争にもなっていくということになるわけであります。はい、次の記事よろしいでしょうか。11番の記事です。毛が 92% ナイロン 8% ですね。今回していただいておりますが、これカットしてあるんですけれども、ちょっとどうやって作ったのかなっていう感じがします。これは、30折りで、ご覧のように、千鳥柄が2柄ありますので縦糸が全く違うわけですね。それを縦糸と横糸をカットしております。で、なんでつながっているのということですが、これが、裏糸もう1本ありまして、それで接続しているわけです。三重織りのカットです。よくご覧になるとお分かりいただけると思います。ただ非常にこれはツイードですから非常に粗い織物です。で、まあ、ジャカードの設置に関わることなんですけれども、これはジャカードでおそらく国産としては、一番大きなジャカード、1万2000口になります。で、上にジャカードが釣ってありますけれども、
ご覧ください。釣り幅よりも下のおさ幅の狭いという、非常にこれがおそらく今生産されているジャガード一番大きなジャガードになると思います。1万2000口あります。このところが今の粗い織物の密度のツイードのようなものも、あるいは高密度でも同じジャガードでできるわけです。でこの辺が今いわゆるコンピューター制御によるメリットといいますか、皆さん方デザインするときに昔は何センチの幅の絵だよとか、あるいは密度はこれでというようないろんな産地の制限を受けたと思うんですが、今はその必要ないわけです。もうこの密度で作れ、この柄で作れと言ったら全幅ワンリピートのが可能なわけですから、どんな風にでもいけるわけですね。ですから、まあ、実はそういったことも他の産地へ流してお願いしようとしたんですけど、できないんで、自分で始めてしまったというところなんですけども、非常にそのジャガードも小松であるとか米沢とか桐生とか非常に古い産地がありますけども、私どもは全くの後発でして、最初のジャガードの取り組みは1998年ですから、たかだかまだ20年足らずというところなんですけれども、まあおかげさまで、国内で一番大きなジャガードを持つまでにできました。はい、素晴らしいと思います。次の記事は6番でウール 100% のファーのような記事ですね。こちらのファーは、まあ、これは字がちょっとファーのない部分がありますが、これもジャガードでやってる関係ですけれども、非常にこういった長い毛足のものもジャガードによってカットで表現することができます。はい、このファーは縦糸で出ているということなんですよね。縦糸で、そうですね、縦糸をカットしております。非常にこう密度的にも本数を入れませんとこういったところまでいかないものですけど、まあ、いろんな方法でできるわけです。はい、この記事裏側を見ていただいたら面白いかと思うんですが、ちょっと柄が入っているんですよね。でそれはどうも変化をつけるためっていうことなんでしょうか。裏に柄が入っていますよね。ですから柄の部分といいますか、そこはジャガード表現で、毛足のある部分ない部分を分けて、組織させているわけですね。はい、もちろん前面のものもありますけれども、どんな方法でも柄表現も可能なわけです。ジャガードでカットする関係です。はい、ありがとうございます。次は膨れの記事です。で10番ポリエステルナイロンポリウレタンからなっています。弾性紙が使われているんですね、こちら10番。はい、これはシルクールのマトラセです。二重織りで、石血紙にウールを使ってウールの縮状によってこの膨れ感を出している、いわゆるマトラセという織物がありますけれども、ジャガード表現で代表的な縮む糸と縮まない糸でやる場合もあります。高収縮のポリエステルを使って出したりということもありますけれども、この場合はウールの縮状で出している。すいません、最後の記事なんですけれども18番。これはパネル柄ですね。ボーダーになっておりますけれども、まあ、ボーダーといいますか無地分母もついておりますけど、ジャガードを始めた当初ですね、
このよくこのパネル柄の注文が多いわけなんですね。なんでだろうなと思ってみましたら、昔はその門紙の枚数によって非常にこの背丈ほどもあるパネルになりますと門紙の枚数が多くかかるわけで、それがその門紙台に跳ね返るということで、手前ども全部最初から電子ジャカードで始めたもんで、コンピュータージャカードでしたから門紙使わないわけですね。そんなところから、まあ、衣装開発にはそれなりの費用がかかってまいりますけども、門紙台で計算するとは門紙使わないんですからおかしいんですよね。だけど現在まだまだ多くの産地が門紙台と称して衣装開発と あるようですけれども、本来は使っておりません現在、はい。ですからコンピューターのジャカードによって非常に楽にできているということも言えるわけです。はい、こちらかなり糸数が多いように思います。はい、最後の記事よろしいでしょうか。はい、7番ですが、お願いします。はい、これはポリエステル綿ウールの三者混のジャカードの柄です。中にそのスパークと、要するにいわゆる断面が異形断面というキラキラ光る糸がご覧いただけると思うんですが、これはスパークヤンです。いわゆる三角とか五角とかある、いわゆる合成の一種ですね。はい、はい、ご覧いただけましたでしょうか。はい、以上がサンプル記事の説明になります。織物というものはプリントの平面的な表現と違いまして、布の風合いや立体的な柄や食感を作り出すことができます。それが織物の面白さだと思います。知れば知るほど奥が深く、また常に面白いものが次々と出てくると思うと興味がつきません。大量生産ではできないことが丸中様では機能的にもデザイン的にも多様なものに対応できるということがお分かりいただけたかと思います。織物技術がますます複雑になる中で、デザイナーと企画段階から一緒に考えて作り上げるということですが、まさに技術者とデザイナーの共同作業で布ができてこないと面白いもの、魅力的なもの、ひいては売れるものにならないのではないかということですね。そうすることで技術者だけでもデザイナーだけでも浮かばない新しいデザインが生まれてくると思うのですが、中里社長のテキスタイル開発のお考えをお聞かせください。そうですね、今おっしゃるように、やはりデザイナーの人たちとの、あとは産地がコラボレーションで物を作るという姿勢がこれから問われてくるんじゃないかと思いますけれども、経産省の方はおられないですよね。経済産業省の指導体系というのは、もう産地は作ることはいいよと、売ることを考えなさいと、そういうことからですね、もう生地売りはやめて製品化しなさいということの指導体系が骨子にあるわけですね。でそういったところから、製品化していく段階での支援をしてあげましょうということで計画されたのが5年前ほどに終わってますけれども、川中事業の自立化促進の補助政策だったわけです。しかし我々がですね、物を作る立場が製品化して売るってもこれは限界があるわけですね。もう作るだけで精一杯、いろんな技術的な問題であるとか、あるいはその原料と製品にしていく過程でのいろんな問題であるとか、そういったことからさらにこの製品化という、まあ、服飾で考えますと、まあ、パターンナーがあって、デザイナーがその、パターンを作られる、ましてや縫製とかスタイルとかいろんな問題があって、それを我々段階が一緒にやるなんてことは土台無理な話でして、やはり作り場は作り場、売り場は売り場という形で、先ほどお話したようにお互いにその持ち分を出し合って物を進めていくというのがこれからの時代なのかなというふうに、まあ、解釈しておりますが、はい、
はい、ありがとうございます。お時間が迫ってまいりましたが、すいません、技術者からデザイナーに求めることをお聞かせいただけますか。現在はですね、簡単に申し上げますと、このないものねだりの世界だと思うんですね。デザイナーの方は非常にこのこだわりを持ったいろんな企画をなさってこられます。しかしこれどうなのかなということで、引っ込めてしまうようなことなく、できてもできなくても思いっきりそれを産地作り場にぶつけていただきたいんですね。でそれによって我々も考えます。そういったことから非常にこの今までにないもの、ないものねだりってあまり表現よくありませんけれども、そういった意味からすればやはり そこがこれからの皆さん方とのコラボレーションでも進めていくと、そういうことが非常にこの重要な時期といいますか時代になってきているのかなという感じがしております。はい、はい、これからのテキスタイル事情についてはどうお考えでしょうか。今現在このファストファッションの時代になってきて、非常にこう短期間で勝負するというようなことになってきておりますけれども、それなりにいろいろそのパリやとかミラノ、ニューヨークのモードはこれやっぱり流行色を決めるところから始まって、1年では間に合わないくらい、2年間くらいかけてやってるんですけれども、そういった中からすればやはりこの別にファストファッションを否定するものではありませんけれども、やはり今と問われるのはサストナビリティということが言われておりますけれども、そういった方向でもちろんエコについては考えるのはお互い当たり前のことですけれども、やっぱりその辺がお互いものづくりの中で考えていくポイントになるのではないかなと、そんなふうにも考えております。はい、ありがとうございます。そうしますと将来のことですけれども、これからの日本のテキスタイルについてはどうお考えでしょうか。どうあるべきでしょうか。先ほども申し上げて、重複するかもしれませんけれども、やはりこのファッションそのものは時代とともにどんどん変わっていく、服飾だけでなく、インテリアにしても全く同じことだと思いますけれども、やはり、何遍も申し上げますけれども、作り場といわゆるデザインされる方々、皆様方のがお互いの持ち分を分担し合ってものを作っていくと姿勢こそが一番大事じゃないのかなと、そんなふうに考えております。はい、はい、分かりました。まだ少しお時間がありますので、皆様からご質問ありましたらお受けしたいですが、いかがでしょうか。ないですかね。はい、中里社長のお話は我々にとって夢のようなお話だったと思います。自分のイメージを産地に伝えて具体化するのはメーカーの仕事だというふうにおっしゃいました。デザイナーは機械に合わせるのではなく、機械を上手に利用していいものを作っていくということですね。メーカーの方はそのために部品を変えたり工夫をして、そのことが今回工場に伺ってよく分かりました。こんなに自分の思い通りの生地を作ってくださるところは他に聞いたことがありません。なんて素敵なことではないでしょうか。私たち日本テキスタイルデザイン協会では、このセミナーにつながる次のプロジェクトを考えております。皆様のお手元にありますアンケート用紙をご覧いただけますか。ぜひそこにですね、建設的なご意見を書いていただいて、次のステップにつなげていけたらと思っております。ですかね。ご質問ないようでしょうか。それではそろそろお時間となりましたので、これでセミナーを終了させていただきます。この後丸中様に興味のある方は、配布資料の丸中様ホームページをご覧ください。株式会社丸中テキスタイルでご覧いただけます。
中里社長とも名刺交換をしていただけますので、後ほどよろしくお願いいたします。本日はご来場ありがとうございました。どうもありがとうございました。